ミラクルフルーツは西アフリカ原産の赤鉄科の果物。果実自体は甘くないが、次に食べたものを甘く感じさせる特徴を持つ、ミラクルベリーとも呼ばれる。なお、英語のミラクルフルーツはクズウコン科のタウマトコックスダニエリ、ガ,ガイモ科のギムネーマのことを指す場合もある。ミラクルフルーツの果実と果肉、種子1725年、探検家のシュバリエデマルシェにより、 原産地である西アフリカで発見された。デマルシェは、現地の人々が食事の前にこの果物を取って噛んでいることから、ミラクルフルーツの存在に気づいたという。ミラクルフルーツの木は、常緑樹で、コーヒー豆ほどの大きさの小さな赤い果実を実らせる。木は、現地では6メートル以上にもなるが、よそで栽培されたものは、多くの場合1.5メートルにも満たない。花は白く、 何ヶ月もの期間にわたり開花している。果実は年に2回、雨季の後に収穫可能である。ミラクルフルーツの自治体は甘くないが、数本の炭化水素さを持つ特殊な糖タンパク質である、ミラクリンを含んでいる。この実を食べると、ミラクリン分子が下の未来に結合し、次に食べた苦味や酸味のある食べ物及び薬剤を甘く感じさせる。この効果は30分から2時間程度持続する。 ミラクリン自体は、甘味料ではなく、感じる甘みは、後続の食べ物に左右される。ミラクルフルーツの木は、pH4.5 から5.8の弱酸性の土壌を、好み、構想のない高湿度、一部日陰の環境でよく育つ。植物ホルモンを人為的に投与しない場合、発芽率は24%程度である。木が結実を見せるまでには、八から八から十年ほどを要するが、 商用に栽培する場合にはこの期間を4年以内に抑えることもできる。糖尿病患者のためにこの果物から人工甘味料を作出する試みがなされたこともあったという。しかしながらミラクリンは1974年にアメリカ食品医薬品局によって食品添加物に指定されており、市場に出すまでには巨額の研究資金と長期の安全性テストが要求されることとなった。 現在、少なくとも、米国で一社が承認を目指して、ミラクリンの生成に取り組んでいる。この果実の持つ味に関する得意な性質の意味については、以下のような説がある。一般に、果物が甘いのは、それによって動物に食べられ、それによってその動物に、種子の分散を行わせるものと考えられる。食われる果実の組織や、 そこに含まれる糖分などは植物にとっては損失であるが、これは種子散布のための投資と見ることができる。したがって十分な種子散布が見込める場合、当然ながらこの投資が少ない方が有利である。そういった観点からこの植物を見た場合、果実には糖分がほとんど含まれないにもかかわらず、それを食べた後で他のものを食べるときに微味を感じることができる。つまり、 ミラクルフルーツは他の果実の自身に対する投資を自分の資産布のためのものとして利用できるのである。ありがとうございます。